皆さんこんにちは、Bレジェンド染田です。本日はこちら、懐かしのカフェオレ風味レビューしていきたいと思います。Bレジェンドのね、1キロパッケージからついにね、カフェオレ風味が登場となります。これまでね、カフェモカとか、まあ、キャラメルコーヒーとかはあったんですけど、こちらのね、カフェオレ風味なかったんですね。早速ね、こちらのね、商品を飲んでレビューしていきたいと思います。こちらのね、1キロパッケージを購入していただくと、赤い袋に入っております大スプーンが付属してまいります。ぜひこちらね、すくってね、活用して飲んでみてください。じゃあちょっと早速開封していきます。開封。お、パウダーのね、香りは子供の頃よく給食の時にね、出てきた、あれわかりますか？あの、この混ぜて、あの、かき混ぜて飲む、あれ美味しかったっすよね。ほのかにね、コーヒーの香りと、いい感じ、甘い香りがしてます。パウダーはね、こんな感じですね。通常のね、パウダーより若干やっぱりあのコーヒーのね、パウダー入ってるんで若干やっぱ茶色いですね。印象としてちょっとしっとりしてるかなっていう印象ですね。すごくでも美味しそうですね。こちらのね、スプーンにパウダーをすり切って入れていただくと 30g が計量できるようになっておりまして、まあ、それをね、そのまま水に入れていただくだけでタンパク質がね、20g 取れる設計になっておりますんで、これをすり切ってそのまま入れてあげてください。裏面の方に、シェーカーの方にね、150ml から 300ml を目安に入れてくださいって書いているんですけど、まあ、自分は大体ね、200ml で飲むのが好きなんで、今日は 200ml の水を入れてきました。その辺はね、味の好みで調整してあげてください。ちょっとね、濃く飲みたいなっていう時は水を減らしてあげれば濃くなりますし、ちょっと飲んでみて自分にはね、ちょっと濃く感じるっていうのであれば水の量を増やしてあげれば味のね、調整もできるんで、自分の好きな味のね、好み調整してみてください。じゃあ入れていきます。すり切って入れていきます。しっかり蓋を閉めてシェイクしていきます。回しただけでも色が美味しそうなコーヒー色になりました。うん、すごく綺麗に溶けましたね。一足先に懐かしのカフェオレ風味をいただいていきます。お、懐かしい香りがしますね。ただコーヒーのね、いい香りがしております。じゃあもう早速いただきます。うまい、懐かしい味がします。めちゃくちゃ懐かしいですね。あの、子供の頃によく飲んでた、紙パックに入ってたね、ほのかに甘くて美味しいコーヒー牛乳のあの感じっすよね。めちゃくちゃ美味しいっすね。あとね、銭湯とかで、あの、瓶に入ってて、お風呂上がりに腰に手をつけてこうグイッと飲む、あのコーヒー牛乳の感じに近いですね。懐かしい、めちゃくちゃ美味しいですね。あの、やっぱプロテインなんで、あの、タンパク質がね、しっかり取れるっていうので本当にね、いいんじゃないですかね。まあ、例えば毎日ね、缶コーヒーついつい飲んじゃうっていう人がおられるんであれば、まあ、そこをね、懐かしのね、カフェオレ風味に変えてもらうだけで、なんとタンパク質もね、20g 取れちゃうんで、もしね、そういうちょっと習慣ある方、こういうね、プロテイン活用してもいいんじゃないかと思います。それぐらい、なんですかね、美味しいですし、プロテイン感がないですね。本当にもしこれだけパッて出されたら、普通に、あ、コーヒー牛乳だなと思って飲んじゃう、それぐらいのね、仕上がりになっております。めちゃくちゃ美味しいですね。ぜひ皆さん飲んでみてください。懐かしのカフェオレ風味の栄養成分表示なんですけど、1食 30g あたりエネルギーが 118.8kcal、 タンパク質が 21.8g、 これちょっと多いですね、いつものやつよりね。脂質 1.6g、 炭水化物が 4.4g で、食塩相当量が 0.1g、 ビタミン C が 48.3mg、 ビタミン B6 が 1.1mg となります。
ビーレジェンドのね1キロパッケージであるようでなかったカフェオレ風味、定番になっているねキャラメルコーヒーとはね違うね良さがねあるかと思いますのでね、ぜひキャラメルコーヒーが好きな方なんかもね試してみてください。数量限定フレーバーとなっております。なくなる前にご注文ください。商品詳細につきましてはこちらのね動画の概要欄の方に貼っておきますので、ぜひそちらから飛んでねチェックしてみてください。プロテイン飲み慣れてない方なんかもね、ぜひこうお風呂上がりの一杯として腰に手を当ててグイッと飲んでみてください。それではね、またぜひ次の動画でお会いいたしましょう。さようなら。